アンボン島地震は2019年9月26日8時46分頃にインドネシアマルク州西部セラム県を震源王として発生した地震である。BMKG によるモーメントマグニチュードは6.5。震源の深さは 10km。震源王はマルク州の州都アンボンから北東へ約 43km のセラム島西部。震源周辺のセラム島西部のほか 安ン島や春久島で地震動による構造物の破壊や土砂崩れ、落石による被害が生じた。安ン島東部のリャンやワイ、ツールフなどが被害の中心地。死者は中部マルク県で10人、安ン市で8人、西部セラム県で2人。負傷者は中部マルク県で108人、安ン市で31人、西部セラム県で13人。住宅棟が全壊。 125棟が半壊、303棟が一部損壊。その他病院やモスク、大学校舎などでも建物が損壊する被害が生じた。26日夜に1万5000人が屋外に避難したまま夜を明かした。28日現在2万5000人が避難している。インドネシア国家防災庁は10億ルピアの資金援助と食料や毛布。 テントなど5.15億ルピア分の支援物資を表明。9月27日にジョコ大統領は大統領事務局のプレリリースで国民と政府を代表して追悼の意図、被災者の医療費の全額負担を表明した。社会省は11億ルピアの資金援助を表明。インドネシアのソーシャルメディアで暗ア号ンンを大津波を襲ったというデマが発生した。 この地震による津波は観測されていない。被災地で津波発生のデマを流したとして男性が逮捕された。この地震の発震機構会は北北東から南南西に圧縮軸を持つ横ずれ断層型で近く内で発生した地震である。インドネシア東部ではフィリピン海プレート、ユーラシアプレート、オーストラリアプレートの3つのプレートが衝突し合っており、近くが複雑に ブロック状になり、複数のマイクロプレートが形成されている。セラム島付近では沈み込みたいのセラムトラフ、左横ずれ断層の川断層、バンダデタッチメントなどの活構造が形成されている。ありがとうございます。